このブランドエクイティピラミッドっていうのが基礎になってますと、はい、風というのは誰に買ってもらうのか、ターゲット、資源を集中的に投入する場所で、このブランドのターゲット設定には主に戦略ターゲット ST とコアターゲット CT の2つがありますと。で、戦略ターゲットっていうのはブランドが選ばれる確率を高めるために経営資源を少しでも投下する広い括りのことで、コアターゲットは戦略ターゲットの中でさらに集中して予算を投入する場所だと。戦略は選択だと、はいはい、で、ホワットというのは何を買ってもらうのかだと。ホワットはブランドの価値を規定しますと。購買者がそのブランドを買う本質的な理由がここで定義されていなければならないと。その価値、購買における本質的な理由のことをブランドのベネフィットというと。消費者はどれだけ理屈を並べようが本質的には情緒的に意思決定している。したがってホワットは目に見えないことがほとんどだと。例えば USJ のチケットを買う人はハリーポッターを乗りに来たって口では言うけど、本当に買っているバリュー、価値はハリーポッターのアトラクションなど目に見えるものではなくて、それらを体験した際のワクワクドキドキの感動を得るためにお金を払っていると。したがってホワットのベネフィットは感動であり、ハリーポッターのアトラクションはその感動を生み出すための装置、ハウに過ぎないと、はい、これちょっと難しいですよね。まあ、よくマーケティングの話とかでよく出ます。はい、はい、あのハウを言いがちだと、はい、ベネフィットが重要だ。なので僕もね、はい、これはよく就職活動でやりがちですよね、はい、要は いられできますとか、はい、フォトショップいられはいできます、はい、コピーかけます、広報誌作れます、はい、これ全部ハウですもんね、はい、やりがち、はい、なのでね、これ便益ってなるとちょっと急に難しくなるんですよね、はい、そのまあ先の想像力みたいな話ですよね、まあ、就職は僕も難しいですけどね、スキルそう、はい、ベネフィットって言われても就活とかは難しい気はしますけどね。で、このハリーポッターはハウだと、はい、この下に、便益の下に RTB とあるんですけど、これはその便益を信ずるに値する根拠だと。Reason to believe だと、はい。なので、このなぜ僕がいいか、こんなベネフィットがあるか、はい、っていうのをするときに、そこには RTB、信頼に値する根拠が必要だっていうんですね。はい、なんで、これはちょっと、難しいよなとかって思いながら、まあ、商品ならまあまあ分かりやすいですけどね、この商品を手に入れればみたいな話じゃないですか。そうです、はいはい、そのさっきのワクワクドキドキ感、本当に求めてるのはそこですよって話ですよね、はい、ハリーポッターじゃないんだってハリーポッターから得られるワクワクドキドキ感、はい、で、あとハウの、はい、紹介だけさせていただくと、ハウっていうのはどうやって買ってもらうのか。ハウというのはベネフィットを提供するための手段であって、購買者側からは見えにくいホワットと違って、目に見えるブランド要素はすべてハウの中に入っていると。トヨタの車もグリコのポッキーもハリーポッターのアトラクションもプロダクトはすべてハウだと。戦略の考え方で整理すると、ホワットが資源を集中する戦略を規定しているのに対し、ハウはその戦略を具体的に実行するためのプランであると。戦術を規定しているのだと、はい、ホワットは戦略だと、はい、ハウが戦術だと、はい、これが難しいですよね、まあ、具体的に人に当てはめようとすると、あ、まあ、人に当てはめると難しいですよね。で、次出すやつは P&G で勤め始めた20代の頃に規定したブランドエクイティピラミッドですと。ちなみに一番下にあるブランドキャラクターっていうのは、擬人化したブランドの性格を定義する形容詞だと。例えば、共通のホワット、共通のものを持ってた A さんと B さんだとしても、ブランドキャラクターが、例えば A さんが情熱的だとか、はい、B さんが冷静沈着みたいな違いが出てくる、はい、みたいなことが書いてあります。で、
このブランドエクイティピラミッドに当てはめるとこうなりましたというのがこちらです。この20代半ばの時にあくまでも本来的にはこうなりたいっていう願望で若干誇張して作ったエクイティピラミッドだと、はい、20代の頃から P&G 最強のビジネスビルダーなんて呼ばれてなかったが、はい、こうなりたいっていうので書いた、はい、なんかこれはねなんかすごいこの非常識な成功法則、はい、神田正則さんのとこにも出てくるんですけど、はい、肩書きを自分で書け、はい、っていうのに若干似てるなと思いました。まあ、これだブランディングって話ですもんね。どうぞどうぞ。ブランディングってまあそのイメージを構築していくって話じゃないですか。今あるものを出すっていうよりをみんなにこの姿をみんなに植え付けていくみたいなのがブランディングじゃないですか。なんでだからこう大した自分じゃないっていうのを植え付けちゃいけないわけですよね。僕はい動画全部、はい、非公開にしましょうか。僕すごいですよをみんなの頭の中に植え付けていくのがブランディングじゃないですか。こんなことできますよとか、まあ、楽しいですよもありなんで、すごいだけではないと思うんですけど、すごい人だけではないと思うんですけど、もう大失敗の5年ですよ。YouTube においては、はい、まあ、でも楽しいもブランディングなわけじゃないですか。二等兵は明るくて楽しいキャラみたいなっていうのもまあありなので、うん、間違いとは言いづらい。すぐ落ち込みますよ。だからどこに持っていくかだと思うんですよ。でそこをブレさせてはいけないみたいな。もう結構定着してますよね、はい、できる僕はもう無理ですね。まあ、はい、これからできるとも思えないですしね、はい、はい、そっか。だから持っていきたい姿に近づけていくみたいな話じゃないですか。でもつれずれ草でも言ってたじゃないですか。言った。はい、はい、そういう話ですよ。剣を学ばんをってやつですね、はい、はい、でこの設計図に従ってスキルを磨き大きな実績を出せるように日々やってたよと大まかに説明すると、風に関してはクリアであろう と、会社なので、はい、まあ、一番上は消費者ビジネス業界でもターゲットは P&G の同僚で、コアターゲットは上司、さらに上司の上司だと、はい、で次にフワットは素直に当時の自分の願望を反映させていますと、どんなビジネスでも伸ばせる人間になりたかったからこうやって書いたと、はい、あ、そうやって書けばいいのか、はい、なりたい自分を書くんですね。まあそれ、まあ、ブランディングなので、そっか、はい、あなたの会社でとか、あな、このビジネスで、はい、あなたのここをこう解決するよっていうのが書いてないと、はい、なるほどね、はい、まあ、相手にとっての価値ですよね、ベネフィット。そうですね、はい、ターゲットに対してのベネフィット、はい、なので困難なビジネスでも伸ばすことができると書いたと、はいはい、誰がやってもうまくいくような難易度には興味がなかったのでこうやって書きましたって書いてありますね。で、ハウの書き方の基本はホワットで定めた大きな戦略を実行するためにより具体的で周囲から見える自分を定義するといいだろうと、ホワット、どんな困難なビジネスでも伸ばせるっていう人間を周囲が何と呼ぶかを想像すると P&G 最強のビジネスビルダーとしたと、はい、でその時の私は考えたんだろうと。でそこにメインウェポンの戦略構築能力、サブウェポンのマーケティング力と組織構築力を定めて、この3つのスキルを高めることでフォワットの便益である困難なビジネスでも伸ばすことができるという価値を実現する、そのような構造になっていると、はい、で最後にブランドキャラクターだが今これを見てみると私の当時の苦悩がにじみ出ているので笑えると、この3つ、情熱的、剛腕、悪い人じゃない、この熱狂で邁進するスタイル、壁があったらぶち壊し、邪魔するやつは衝突して粉砕し、それでも突き進むイノシシ剛腕のスタイルだったと、この2つから自分の特徴をそのまま反省せずに、むしろ強みとして突き進むことを覚悟しているのがよくわかるが、悪い人じゃないって書いたのはちょっとなんか昔の自分を見ていると、はい、人と衝突しているのを思い出して、はい、泣けてくるっていうのが書いてあります、はい、でもビジネスにはそんなの関係ないんだけどねなんていうことが、はいはい、でも悪い人じゃないよってっていうのエクスキューズがしたかったんでしょうね、はい、はい、
ていう、こうやって作るっていうなんか見本があって、はいはい、で私が今日思ったのはね、はい、僕今デザイン会社で、はい、コピー書いたり、はい、まあ、ちょっとデザインの真似事したり、はい、まあ、それを基本フル仕事なんですけど、はい、そんなのをしてるんですけど、コミュニケーションが得意って昔から思ってました、はい、書けないんですよ。なんていうと、ハウは書けるんですよ、はい、あの仕事で役に立つような、はい、こんなのをやってましたとか、はい、あのスタッフマニュアル100ページとか作れますみたいな、はい、なんかハウより先にファットがいる。そう、ホワットがないんですよ、はい、あ、ホワットが書けないってなって、はい、それはなぜかというと自分のキャラクターに合ったハウとかだと、なんか上から考えていくのがいいんじゃないですか。誰に、上司とかお客さんですよね。そうなると何て言うんでしょう、自分がやりたいっていう場所にいないと思ったんです、はいはい、もうそもそもそこが違うって話で、はい、あ、確かに僕就職活動するときって、はい、あ、なんか何もやりたいことがなくて、はい、まあ、なんかマスコミってモテそうだよね、はい、っていうので広告代理店に入って、はい、ダメで辞めて、はい、辞めるときにその近くにマックでする作業があって、そこに入れてくださいみたいな、はい、会社の中で営業から制作に移って、はい、みたいなのができたので、はい、今この道を進んでるんですけど、はい、決して得意を生かしてないぞって。まあでも入ってそこでやっていくんだったらそれを決めたらいいんじゃないですか、はい、っていうなんで今ちょっと今日冒頭にもごもごっとしたのは、はい、僕はナスビだが、はい、人参をやろうとしてますっていうのをちょっと思ってます、はい、で、まあ、そこでナスビを生かせる方法はないか、あ、そこを考えるのがいいのかもしれません、はいはい、今の場所でナスビをどうやって、まあ、上司とかお客さんとか、もう交渉なら私に任せてくださいのあ、そっか、立場とかなんかトラブルあった時は私に任せてください、はい、っていう戦略で行くかですよ ね、 そうですね、はい、僕のお客さんは上司なので、はいはい、でお客さんがこうやってクレーム来たらもう私がやりますみたいなあれはあれで、はい、クレーム対応は、はい、まあ、交渉でもいいですよね。交渉は僕無理ですよだったらまだクレーム対応の方は、はい、はい、まあ、なんとか穏便に済ませる。もうニコニコして座ってれば、はい、ことであれば僕に任せてくださいっていう。だって時間が解決しますからあれは。はい、まあ、向こうも時間がありますからね。向こうそう、忙しいとは時間が、ね、はい、ありますから。はい、なんていう作り、なんでこれで作れますかね。今聞いてる人は。まあ、作ろうと思えば作れるとは思いますけどね。で、あ、一旦じゃあちょっとコメントの。すみません。はい、ああ、確かに売れようにするのでマーケティング自体が。ハウよりホワットっていうのは納得できると。そうだから ホワットが大事だけどここは難しいですよねと思ってます。はい、作ることはまあそうでもないですけどね。それが自分がナスビか人参かの問題にが絡んでくるから難しいみたいな。そう、はい、あ、今それをやろうとしてるので、はいはい、難しさを感じています、はい、いや僕はあの軽い人間なのでね、はい、あっちゃんが言ったように、はい、仕事っていうのは基本中田のあっちゃんが言ったみたいに人に好きになってもらうのが仕事だよと、はい、あ、だと簡単だねと思ってるので、はい、でも好きになってもらうためには、はい、ベネフィットって話ですよね。相手に何か提供できるか、いい顔するだけじゃなくてね、はい、仕事できなかったら確かいい顔しててもちょっと前はいいわってただまあ僕あの、はい、仕事は置いといて、はい、その挨拶、はい、ゴミを捨てる、はい、この大きな武器があるので、はいはい、あと電話を取るね、はい、率先して電話を取る、はい、そこでブランディングするか、もう人が嫌がることをやりますですよ、はいはい、そうすると皆さんの仕事ははかどりますよじゃないですか、ベネヒットでいくとっていうのを僕は普通にできるので、はい、ただそれがやりたくないって人もいるじゃないですか。で僕は仕事に集中したいんですって、はい、面接っていうやつはいるんですよ、はいはい、でそこを二等兵の立場ですよね。そこをブランディングするんだったらそんなことは俺がやるからお前いいもの作れよってああそうね、いいもの作らないと許されないぞって話じゃないですか。なるほど、はい、確かに、はい、
そこを言うんだったら、お前のベネフィットはそこになったら、そこを何か何としても俺はやり直しさせるぞと。はい、そうですね、はいはい、理想の未来を見せるのが大事と、はい、あ、フワットですね、はい、ベネフィットですよ、何が得られるのかですよ、はい、はい